アメリカ軍用チョコレートとは、アメリカ軍が兵士に配給しているチョコレート製品のことである。主に四季紅葉とカロリー補給を目的とする。四季紅葉の効果も見込まれた、ポケットサイズの高エネルギー非常食として1937年から標準配給品の一つとなり、野戦配給品の一部として支給されている。重量、サイズ、耐熱性の面から、 軍仕様の特別なロットで製造されており、米軍用チョコレートの大部分は、米国チョコレートメーカー最大手のハーシーが製造していた。高温下で持ち歩いても、簡単に溶けないよう配合が工夫されているが、式工用や救援物資として配られる場合には、一般的なチョコレートと味や原材料に大差ないものの包装や形状を変えた程度のものが配給されることもある。 ケーレーションと通称される第二次世界大戦期の敬語形態非常食には太い脳型体状のハーシースイートチョコレートが含まれていた。非常用の野戦食としての軍用チョコレートには以下の要件が求められた。不評はやがい、時に熱帯や砂漠での行動が想定される上、チョコレートをポケットに入れて持ち歩けば体に密着して体温にさらされるため、 チョコレートが溶け出さないよう、特に耐熱性は重要視された。詳細は、デーレーションを参照のこと。アメリカ軍がハーシーに開発を依頼した、最初の非常用配給チョコレートバーは、デーレーションバーと、通称される、携帯非常食、d 号である。1937年4月、アメリカ陸軍受品家のポール・ローガン大佐は、ハーシーにコンタクトを取り、 社長イリアム・マリー及び科学部長のサム・ヒンクルに面会した。この提案を聞いた創業者、ミルトン・ハーシーは非常に関心を寄せ、レーション・ディーバーの実験生産が始まった。老眼大佐はレーション・ディーバーについて以下の4つの要求を出した。重量は4オンス。食品としてカロリー値が高いこと。高温に耐えられること。 味は茹でたジャガイモよりややマシな程度であること。老眼大佐はチョコレートを非常用食料と捉えていたので試行品として気軽に食べられないよう茹でたジャガイモよりややマシな程度という味の基準を示したとされる。あまりにも美味であると普段から兵士が食してしまい本当に必要な時に手元に残っていないという事態を避ける意味合いがあった。 後に風味を改善する努力はされたものの、耐熱性を重視した軍用チョコレートが大きな人気を得ることはなかった。従来のチョコレート製造設備は液状のチョコレートを備え付けの型に流し込むようになっていたが、砂糖、オート麦粉、ココアバター、脱脂粉乳、人工着工量からなる耐熱性チョコレートは、粘ついた海苔状で、高温にしてもうまく型に流れなかった。 そのため、4オンスずつ計量して練り、手で肩に押し込む製法が考案された。この配合と製法で作られた耐熱性チョコレートは噛み砕くのにやや苦労するほど、食感が硬く、色は焦げ茶色で、下肢120度までの高温に耐えられた。4オンスのチョコレート3個入りパックで、1人の戦闘員が1日に必要とする最低限のエネルギー1800キロカロリーが補給できることに、 なっていた。最初に収められた少数の試作品に満足したアメリカ陸軍は、1937年6月に、このレーションディーバーを9万本発注し、フィリピン、パナマ、テキサス州のメキシコ国境、その他アメリカ国内各地の基地で実地テストを行った。レーションディーバーは発案者の名にちなんで、ローガンバーとも呼ばれ、一部は海軍少将 リチャードバードの3回目の南極大陸体験会の補給品にも加えられた。実地テストは成功し、陸軍はこのチョコレートを不定期ながら発注するようになった。1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃を機にアメリカ合衆国連邦政府が第二次世界大戦に宣戦線復刻すると命令によって、 レーションビーバーは毒ガスにも耐える放送に変更された。1941年から1945年までの間、軍の様々な要求を反映して欠陥が改良され、放送は何度も変更された。1943年、アメリカ陸軍調達部は風味を改良しながら高温にも耐えられる菓子タイプのチョコレートは作れないかとハーシーに打診した。ハーシーは 短い実験過程の後にハーシーズトロピカルバーの生産を始めた。このチョコレートはレーション D ーバーに比べて形も風味も一般のチョコレートに近いものだった。トロピカルバーの総生産量はレーション D ーバーを含めて対戦中にハーシーの工場が生産した品目中最大であった。甘い風味を残そうとする努力はある程度成功していた。 兵士からは硬くてあまり美味しくないという声も出ていたが、戦場ですぐに食べられるスナックとして、また物々交換のための物品として重宝された。また、各種の疾患が蔓延したビルマの戦場では、衰弱した患者にとって食べやすい唯一のレーションという意味合いで、セキュリレーションとのあだ名が寄せられた。1940年から1945年の間、 推定30億本を超えるレーション D ーバーとトロピカルバーが生産され、世界各地のアメリカ軍兵士に配給された。1939年におけるハーシー工場のレーションバー生産能力は1日10万本だったが、第二次世界大戦終結時には工場の全生産力をレーションバー製造に当て、1週間に2400万本の大量生産が可能になっていた。 ハーシーは、レーションディーバーとトロピカルバーの生産において、質、量の両面で、アメリカ軍の期待を上回ったとして、対戦前期間にわたる貢献に、5個の陸海軍、イーゴー生産賞を授与されている。レーションディーバーの生産は、第二次世界大戦の終結とともに終わったが、トロピカルバーは、アメリカ軍の標準配給品として残り、朝鮮戦争と、 ベトナム戦争でも戦地に送られている。また1971年7月15日にはトロピカルバーがアポロ15号の宇宙食に採用されて注目を浴びた。1990年の湾岸戦争における砂漠の縦作戦、砂漠の嵐作戦期間中、ハーシーは新しい耐熱性チョコレートを開発しデザートバーと名付けた。同社は この新製品のテスト販売として、アメリカ軍部隊に14万4千本を出荷している。ハーシーの発表では、このチョコレートは摂氏60度以上の高温に耐えるとしている。陸軍の複数のスポークスマンがデザートバーの味はいいと発表したが、兵士たちの反応はまちまちで、デザートバーが商業生産に入ることはなかった。ありがとうございます。